先人たちの努力と教訓を銘記してこそ、私たちは過酷な環境の中で生き抜き、代々ベロブルグの人々が生きてきた道をまとめることができるのです。ベロブルグの子供たちは少なくとも一回はここに…あ、いえ、ローニャ様、グズグズしている時間はありません。早速出発しましょう。ふむ、何か変ですね。気をつけてください。し、中で誰かが話しているみたいです。こっそり聞いてみましょう。お前たち止まれ。きっと彼の共犯ですね。通行に必要な合言葉。え、なんで知って待て、お前たち一体何者だ。うっかり名前を出してしまいました。仕方がありません。今まで以上に気をつけてください。待ってください。焦って飛び出してはいけません。ここまで本当に大変でしたね。ただ少し納得が。この疑問は彼を尋問するときにマイクロフィルムを博物館